ンスター出てくる。こうあのクラッシュは、ね、やりやすいと思う。アリーナと違ってちょっと頭も使うし、チーム の戦い方もやっぱありますし、レーンが2つ分かれてるんで、ね、面白いですよね。サポーターだけお願いします。サポーターとマジでキルは取らないですけど、ケープリで20キル取ってたらおいおいおいってなっちゃうかも。グワンユーちょっとなんか走り回ってスタンさせます。ライジンなんかめっちゃ怒って雷出してきます。ダシなんか怒って上に立って塞いで高速プレイしていきます。まーす。模範って読む。あ、もうリクエストいただいてもすぐやります。いただければもうすぐ初心者に向けてやってますんで、本当は教えるの苦手なんですけども、スマイトを始まって右も左も分かんない人に参考になっていただければなと思いますんで、よろしく。なんかクラッシュほぼ慣れてないですけども、最初真ん中争いだと思いますね。はい、サイズさんおはよう。ちょっと漢字とかやめてほしいよね。英語もできないのに、日本語もできないってバレちまうからね。ね、止める、あ、止めなかったですね。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ラグいわ、ちょっと。はい、OK、すいません。左に人集まってますね、すごく。右、守らないといけないですね。基本的に誰で来るって困ったら、ガーディアンはハンターとセットって考えてもいいかもしれないです。で、ミニオンに当てる。ラストアタックはね、なるべく取らないようにしてください。ハンターの方に取らせてあげたい。2番上げですね、基本的に。赤バフまだ取れてないですよね。本当は赤バフ取った後に青バフっていう流れなんですけども。こいつ移動しましたね。で、今スローかけたんで、これ誰か殺してくれるといいですけど。ウルト来ました。避けましょう。あー、ボディブロックされてる。残念。あ、難しいところに来てくれましたね。で、ウルト上がったんで、次はブーツから買います。出るときに移動スキル使って出るといいです。リスニング状態にスキル使っても回復するんで。これ NA で今207ピングか。まあ大丈夫でしょう。取れるかも。あ、無理だったね。一応流れ的には最初赤バフ戦争して、でこの後に青バフを取るというのがクラッシュの流れです。で、こいつ直掴みできるかな。できたできた。で、移動する先に止めると。 OK で電処理したんで、ブルーバフ行きたいですね。あ、誰か連れてる。ナイス。あ、サポートが率先してブルーバフ行くのもちょっと微妙なんですよね。サポートが一人で行っても枯れないですし、味方と一緒に行きたいところなんですよ。ブルーバフ欲しいっすね。真ん中1人、左が2人と。クラッシュだとこれは基本的に明治のものになります。では明治左にいるんでね、スカシにあげましょう。行きたいっすけどちょっとやめていきましょう。誰か上がりましたね。これちょっと行ってルートかけましょう。 OKOK、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 
あ、今度ダッシュがまずいっすね。で、ここで止めて、スキル打つと。切りますね。OK。で、今度、こいつが死なないように、守ると。で、この後、俺死ぬかもしんないな、これ。頼む、逃げて。痛いよ。まあ、今のグマユーに関しては、まあ、多分死ななかったですけども、撃ったおかげで敵を追うのを諦めたっていうのもあります。多分死ななかったですけど、まあ一応保険で撃っとくっていうのも対象は手です。もうね、見定めてね、撃たないのがね、結局一番悪いからね、撃った方がいいです。今、ワード置いてくれてる人いますね。これは優しい。今、赤が湧きました。赤湧いたらすかさず赤を取りたいと。痛いよー。ダメでしたね。いいですね。いいですね。誰か釣れるかな？釣れなかったですね。お、結構この人は目の前のジョンクイでしたっけ？ボディーブロックもしてくるし、かなり上手いですよね。さっきは敵にもマスターズの人いましたよね。フレームとかで最近わかるんですよね。ハロー、ウェルカムトゥザマイストリー。私と英語で話す。いきなりメールっすね。話す。話しちゃう、アゼル。アズレ。ハロー、How are you today?届かないっすね。あ、あれ死んだ、死んだっすね、あれ。ダメっすね。マーキングされた後に鼻くそ飛ばしてくんすよね、あいつ。それでやられちゃいましたね。オーケー。一応、ヨトかけてきましょうか。多分死ぬかもしんないで、これ。で、これで、ほら、移動して戻すと。今、良かったんじゃないですか。今、良かったんじゃないですか。今、ウトシャドウィン、俺も移動スキル使って、かなり遠いところに味方やったの分かりました。あんな感じで使うんですよね。あと今、解説しながらなんで、ちょっと結構見落としてる点もあるかもしれないです。ご了承いただければと思います。止めて、2番くん。いや、でも、掴んでも多分俺死ぬ未来なんで掴まないです、今これ。人が多かったし、CC もあったんでね。で、赤バフは来ますよね。赤バフは来る前に帰っておきたい。ちょっと遅れたけど。ワードも1個買ってきましょうか。赤バフ入っちゃった。俺の帰る時間薄かったな。できればね、これ1メモリじゃなくて2メモリぐらいまでには1回帰って状態整えておきたいですよね。バフの時って。鼻くそ強いんですよね。基本的に味方見とくと。オッケー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 いいんじゃないですか。これダジ逃げれればいいですけど無理っすね。あと1秒で掴めるよ。サッピーここでリュートかかって、はい、ナイス。鼻くそ飛んでくるけど多分俺死なねえわ。オーケー。ラッピーも回復してくれたんでね。味方信頼してたら死ないっていうのができる。日本語で出てこねえ。英語で話すか。あ、本当に？ビッグアメイジング！イエーイ！イエーイ！また赤バフが来ましたよね。で、青バフなかなか味方は取れてないですね。これはまあ、医者の人が判断するべきなんですけど。一応こいつ。オーマイガー。ほんとジョンクイ邪魔なんだけど。サポートかな？このモード今説明し忘れてましたけど。ここで強いスキル。よし。一応このモードタワー折って、フェニックス折って、タイタン倒したら勝ちっていうモードですね。
まあ、ドットダメージじゃないんで、あいつは生き返す必要ないです。結構さ、最強で、一番長いので、この距離までですね、ウルトは。ここでルート。おナイス、シャッピー。俺、やばいっすけどね。ナイス、ナイス、ナイス。やばいですけども、ウルト持ってるんで、今ここで俺が引いたらダメです。ウルト持ってるんで。おぶね、ウルトするか、こいつ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いや、抜けないですね。この HP でもまあ戦えなくはないんで、でも本当にその見極めが難しいですよね。敵かなりアタックスピード1人2人なんで、どうしようかな。スプリント欲しいですけども、今回シェルにします。味方守り寄りで、1キル2レース10アシストと、サポートはやっぱアシストつくんでね、そこでお金を稼いでいく。びっくりした、死ぬかと思った。一応今のちょっと過剰な判断で見てなかったんですけども、まあ一応ね、打っといて、まあ人ありがとうって言ってたんで、よしとしましょう。ボットダメージ今何回来るかちょっと計算しないで、たまたま今話してて目に映ったんで打っちゃいました。あれで死んだらね、俺プリーズって言われるんでね、ちょっと過剰な判断でした。ラストアタックは取らせてあげましょう。近くに反対いないんで取りましょう。赤バフまた湧きましたね。最後にこの強いスキル打つんですよね。絡まれてますよね。味方絡まれてる。オーマイガー。あ、シェル吐きますか。あ、ダメだった。味方に防御アップつけたいけど、ダメだった。アルティメットダウン。シェル吐く前に大事に移動して逃げちゃいました、ね、結構ゆっくり待ってたんですけど。そうですね、3番上げましょうか。よし、ルートで止めた。ナイス。3番で今足も止めておきましたね。ああいう移動スキルのやつ止めるとかなりでかいですね。真ん中ボス湧きましたね。ちょ、ウルト取ってきますか。死ぬかもしれないんで。あ、やっぱ殺されないですね。ウルト打つとやっぱり攻撃止めるんですよね、敵が。まあ、それやってましたね。この勝利で一回帰りたいですね。今回もスマイト解説してるんで、コメントちょっと拾ってないです、申し訳ないです。敵がジョンクイが回復して、ビルドが回復ビルドを持ってますね。ハンターももちろん回復するビルドを組むんですけども、今回のハンターはそういうビルド組んでないです。まあ、ジョンクイ強いんでね、ジョンクイのライフスチール阻害を積んでいきたいと思います。これが悪液って言って、敵のゴッドの回復効果を 25% 減少、これにしますね。でもう一個何にしようかな。アタックスピードを2人早いんでね。とりあえずミッドガイドメールでも買おうかな。ダメっす。あずれ。あずれ。Welcome to my stream. Long time no see. Hi today. ワード置いてきましょうか。さっきワード買って追ってなかったですね。一応左掴みますけども、殺せはしないです。でも今みたいに掴んでも殺せやしないけども、ハラスにはなるんで、でもあんまりそこでやりすぎちゃうと相手人数差で負けて、まあサッピーなら負けないですけど。敵が3人4人来てますね。これはタワーハグでもいいか。ラジがウルトで距離掴んだ。
あのクトゥルカン殺したかったですけど、一応ダシの命を大事に動きました。サポート的な意味で、本当にいつも俺だったら、多分殺せるでしょう。これで死んだでしょう。これもね、一応最後キル取らないようにやめてきます。サポートはキル取らないっていうか、あの敵を、あ、敵じゃない、味方にキル取って強くなってもらいたいんだよね。でこの後移動スキル使うかもしれないんで、3番は取っておきます。まだいますね、大丈夫だ。移動スキルっていうか、多分あ、なんだっけこいつ、ベローナとウルトレ逃げるんで、そのウルトレ逃げた先に3番で足を止めるっていうのも手です。なので1番した後にすぐ3番打てないで取ってきた。進撃の巨人クカップリアイラブダメス、ありがとう、 Thank you so much。 敵のスキル何撃ってくるかって分かるだけでね、あのね、次何するかっていうのがね、頭の中でできるからね、あのやっぱりいろんなことを触ってる方が近道だと思います。僕はいろんなこと触るの苦手なんですけども、結局今もいっぱいやって思ったのが、やっぱいろんなことをした方が良いですね。何してくるかっていうのはすごく大事なんでね。でサポーターは基本的に後ろを見てます。移動してそのまま3番打ちに行くのもありです。今は別に移動する必要なかったですけど、一応お手本というか、メロナ落としたそうに見えてますね、これね。これ引き返しましょう。で引き返ったら移動すると、今みたいに良かったですよね。ルートして一番で逃げて、遠いとこで引き返してあげる。まあ、別に一回一回遠いところでわざわざ引き返せなくてもいいんですけども、まあ、こいつのためを持って安全に。これがまあ正解ではないですけど、まあ参考程度にしていただければなと。またあのワード消えちゃいましたね、ミッドに。これ処理したら一回帰ってもいいですけども、ただ、今あるし、ワードが、俺のワードが切れちゃうんで帰ってきましょう。はい。じゃあ二つ、最後のビルドが、最後じゃないけども。ああ、見張りのワード買ってみますか。敵に、あの、クンバカルダね、ワード持ってて、ワード置いてる痕跡があるんで、どっかに置いてると思います。ワード。まあ基本的に真ん中に1個しかないんで、1個真ん中に置いたんじゃないかなって予想します。置いてみますか。あ、ないっすね。ダッシュ言うてなかった俺。ウルトねえんだわ、あと1秒なんだわ。でこいつボディブロックで前走ら、あの行かせないようにします。オッケー。今あの前に俺が出てくれたおかげで、あいつ移動でき、あの移動スキル、まあないですけども、歩幅がちょっと違ったじゃないですか。なんていうんですか、口で説明しにくいんですけども、感覚でいつもやってるんで。でここまで行ったんで、ちょっと敵のアワーもチェックしたいっすよね。それかミッドでもいいですし、ミッドか、今ミッド行ってますね。ミッド行きましょう。で率先的にサポートがこうダメージを受けてあげると、でソロレーンの人があいつを止めると。強いスキル、オッケー。強いスキルは取っといた方がいいですね、今みたいに。ナイス。最初にね、最初の頃ってあの強いスキル使っちゃって途中まで HP 削っちゃうと思うんですけども、強いスキルは最後のラストアタックに取っとくのがおすすめ。一回取ったら一回みんなで一回帰って状況を立て直すってのが大事かな。で言うと22秒ないっすよね。20秒で味方に知らせたいんで、アルティメットズダウン、いや何秒使えないよっていうのも教えても、あ、何秒使えねえから、俺じゃあちょっとあんま行くの控えようみたいな。
そうそう、みんなやってくれてますね。こいつ今ウルトレンだからいけねえんだなみたいな参考になりますよね。で1番使ったをかけて3番で止める。オッケー、止めた。後ろにもいます。え、いや、つかめねえよ。 HP 低いやつはいないか。後ろ見てく、前も見つつ。後ろはでもね、マップ見てればなんとかなるんで、サポートなんでちょっとタワーに入ります。何が起きればいいですけど、味方がミニオン来るの待ってますね。やめます、ちょっと意味無駄でしてばね、やります。つかんで、あの足を遅くさせます。後ろで誰かが、オーケー、今日でシェルも一応かけておきます。死なないけども、一応あのレリックさっきから使ってないんでね。掴んだ、よし、これだと掴む。オーケー、でタワーダメージまだ受けつつ、グアユ入ってきたら帰ると。で多分ブルーバフあるんで欲しいっすよね。どうだろう、でもやっぱ味方来てないんで一人ではできないんでやめましょう。右が降りたかったね、それ右に合わせるべきだし。で最初に勝ったスターターはここまでビルド揃ったらいらないんで売っちゃってください。で最後に何買うかちょっとこれ教えてほしいわ俺も。うん、マジカル防御もう一個買っていきましょうかですね。ちょっと最後参考にしない、最後、生ちゃん、最後の方参考にしないのか、ちょっと、いや、ほんとしない、いいね。スプリットローブ買ってる人が多いっすね。僕はあんまスピリットローブ好きじゃないんですよね。で、真ん中また湧きますよね。湧きましたね。ブーンって音鳴ったら、真ん中が湧いた合図です。またワード必要ですね。クルーカーいるし、敵 めっちゃいるな。私です。で、移動するんで、移動した C3 番を置くと。こんな感じ。で、こいつはもう死ぬと。で、死にましたね。あいつゼロなんで。ナイス。完璧でした。でも。後ろが来てないっすね。でも大丈夫で、俺ウルトあるから。暴れちゃって。はい、ウルト。で、味方を、両つかむと。デートしてる。これ、ストローかけるし、殺せる。あ、殺したわ。まあ、もうレベル20なんでね、俺そんな、取っても別に問題ないっす。敵が何してくるかってだけで、かなりいろいろ作戦作れますよね。めっちゃ楽です。味方も強いですし。はい、まだ戦ってもらうっすね。会社にできるね。敵は4人死んでて、ククルカンのウルトさえ注意してればこれは取れる。ククルカン来てますけども、あの位置だったらもう多分間に合わないと俺は踏む。最後に強いスキルを打つ。で帰るの合わせましょう。買い物もできるんでね、フリーや。Yes, I'm... Maybe? Top secret! Top secret, Azure! You're my boy! あ、後ろ行きましょうね。ウルトないんで、チェルかけるか。でもちょっと無茶してましたね。はい。進行方向で3番置きました。ライト1人で押しますね。すぐライト行きましょう。人があります。こいつ刺されてますけど、後ろ見ましょう。すぐどうですよ、戦って。フロントは前見てればいいんで、サポートは後ろ見るっていうのは。ハンマーここレンズかね、ダメでしたね。ね、味方の防御力を上げましょう。軽減だ、ダメージ軽減。
多分 俺だったらこれいけるけどね。はい、オッケー。死ぬやついねえか。俺がターゲットしてるね。オッケー、イージー。てな感じで、ケプリの解説はこんな感じです。まあなんていうのか、まあウルトのタイミングとかもなしに一回ミスっちゃったりとかもあったんですけども、まあ、最初はミスってもいいと思います。とりあえず打ってみて自分で感覚をつかむっていうのが大事か。ありがとうございます。